どうも、ダパンプゆうやでございます。さあ、オーマイダパンプ4 YouTube、 今回も一つよろしくお願いいたします。さあ、今回の目玉企画は即興日本の歌姫ナイトというところでですね、まあ日本の歌姫の代表曲に合わせて即興ダンスをメンバーそれぞれ披露しようというような企画なんでございますけれども、この即興ダンスメドレーというか、この企画はまあまあ実は結構歴史がありまして、いろんなテーマ、毎回いろんなテーマを設けてそれに合わせて即興で、ダンスをつけるというようなことを結構長くやってるんですけれども、今回はなんとスペシャルコラボレーションというところでモノマネアーティストでございます、荒牧陽子さん、にお越しいただきまして、荒牧陽子さん生歌に合わせて、コラボレーション、即興ダンスメドレーというところで、来ていただきました。荒牧陽子さん本当にありがとうございました。ね、荒牧陽子さんはあれなんですよ、そのカラオケのガイドボーカルを お仕事としてずっとされてたというところから、カラオケに行った人がですね、なんかこのガイドボーカルの人本人じゃないのみたいな、似てない、え、誰みたいなね、ガイドボーカルで聞こえてくるのが本人の声に聞こえると、まあそっくりだというようなところから実はちょっとバズり始めたというかね、人気が出始めて、いざこのモノマネの番組とか、コンテストに出たらもう総鍋でございましてね、そこから爆発的に人気が出たというところでございまして、荒牧陽子さん、ものすごい実力のある方でございます。モノマネはいいなぁ、羨ましい、本当にモノマネができる人って。モノマネって全然関係ない話なんですけど、モノマネって俺に古来、まあ、伝統芸能ってね、歌舞伎とか能とかいろいろありますけど、俺モノマネが人類最古の芸能だと思うわ。なんて言ったらいいんだろう、なんかだし、人類が この世界に、この地球にいる限り絶対なくならない芸能もモノマネだと思う。なんか言葉はなかった、原始時代とかね、言葉はなかったけれども、なんか隣村の誰々の槍の持ち方とか言ってこう真似して仲間内ではあ、似てる似てるとか言って言われてたのが俺モノマネじゃねえかなと思うんですよね。だから本当に一番古い、もう書物、どんな書物にも残ってないけど、人ができる芸能として一番古いのは俺モノマネだと思うんですよね。だからこれに強い人は本当今後もずっと強いなと思うんですけれどもね。やっぱり感覚いいですし、ね、流行りのアンテナも敏感ですしね。で、やっぱ荒牧陽子さんにモノマネ、レクチャーしていただく、教えていただくような、機会も、機会というかね、コーナーもありましたけれども、できないですね、できない、教わっただけじゃできない。でもそういう感覚で歌とか声を聞いてるんだなっていう風な、理解はできましたけれども、いざやってみるとやっぱ全然似てないですね、似てない。まあ、よりさん上手いなんて言われてましたけれども、よりさん耳がいいし、声の出し方すごい上手ですねなんて言われてました。あ、確かによりさん上手いなと思いましたけれども、いやでも荒牧さんみたいにはならないですね。しかもなんかちょっと幅が広すぎるというか、美空ひばりさんからシンディ・ローパーまでやるっていう、ちょっとバリエーションの広さにちょっと全然追いつけないですっていう感じがしましたけれども、そんな荒牧陽子さんの生歌の横で、まあ踊らせていただくというようなことがありました。広瀬香美さん、中森明菜さん、浜崎あゆみさん、工藤静香さん、ミーシャさん、石川さゆりさんと、ね、ほぼ日本の歌姫全員歌える、全員似てる荒牧陽子さん、すごかったですね。はい、ミーシャさん、ケンちゃんがやったのかな、ケンゾーさんが踊ったミーシャさんエブリスイングなんかは、僕はちょっと袖で、歌声だけ聞いてたんですけども、本人ですね、ほぼ本人でございました。似てるとかそういうレベルじゃないですね。どっち
が本物って言われても分かんないぐらいのクオリティの高さでございました。ケンちゃんのダンスもすごい良かったですし、今回も、いい企画になったなと。即興メドレーもうどん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 進化して嬉しいなというふうに思いました。皆様いかがだったでしょうか。というわけで今回はこの辺でありがとうございました。